学校のこと、2時間目の授業が終わり、トイレに行き、鏡を見て髪を整えていたのですが、なぜか自分のまばたきが見える。え?と思い、鏡をよく見ていると、鏡に映っている自分の方が少し遅れていることに気がつきました。どうなっているのか不思議に思い、鏡の前でいろんなポーズをしたり、鏡に触ってみたり、いろいろ調べてみたのですが、遅れて映ること以外は普通の鏡。その時、チャイムが鳴ったので教室に戻ると、なぜか6時間目の授業が始まるところ、トイレにはせいぜい5分くらいしかいなかったのに、不思議に思いながら授業を受け、放課後、後ろの席の友達に3時間目以降のことを聞くと、私は普通に授業を受けていたそうで、特に変わった様子はなかったそうです。本当に不思議な体験でした。